はい、ありがとうございました。全体の話はあんまりされませんでしたけど、はい、今回はさっき巻きました34章の10節の言葉から、これからこの恐るべきことが起こってくるということを言われたんですね。で、その鍵は信じることであるということを言われたんですね。そのことについて今日少しお分かちしながらお話をしたいというふうに思っています。それでは、賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。お立ちになる方はどうぞお立ちください。詩編からいきます。詩編の126編です。76番ですね。今回のキャンプで何回も歌ったんですけど、オーケストラとかたくさんの楽器があるとこの歌すごくいいですね。ぜひまたね、いろんな楽器とともに歌えればと思っております。じゃあよろしくお願いします。主がシオンの繁栄をもとどおりにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのためにお祈りことなされた。主は私たちのためにお祈ることなされ、私たちは喜んだ。主が霊の流れのように、私たちの繁栄をもとどおりにしてください。涙と共に種をまくものは喜び上がら、刈り取ろう種を家を抱え泣きながら出て行くものは、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。いや、すいません、マスクを取らせていただきます。それでは、すべては必ず益となる。いつも喜び持って絶えず祈り続けよう。すべてのことについて感謝を主に捧げよう。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよう。主は素晴らしいことをなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。いつも喜び持って絶えず祈り続けよう。
すべてのことについて感謝を主に捧げよ。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよ。主は素晴らしいことをなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。必ず益となる。主に信頼して信じ続けよ。主は素晴らしいことをなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。さっき練習したことですね。愛の光、悲しみの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。悩みの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。私はあなたを愛してる。私はあなたを優しい光が心に差し込む。喜びがあふれる。感謝があふれる。私は愛されてる。私は愛されている。悲しみの中にいるとき、あなたの声が聞こえる。悩みの中にいるとき、あなたの声が優しい光が心に差し込む。喜びがあふれる。感謝があふれる。私は愛されてる。私は愛されてる。優しい光が、優しい光が心に差し込む。喜びがあふれる。感謝があふれる。私は愛されてる。私は愛されている。ワシピュー。
なたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの、とこしえに主のもの。霊と誠をもって私を礼拝しなさい。どのような状況の中でも、あなたがそこで私を礼拝するとき、私はあなたに語ろうとしてあります。あなたに与えられている賜物を湿らせてはいけません。眠らせてはいけません。それを宝の持ち腐れにしてはいけません。私があなたに与えた賜物を用いなさい、生かして用いていきなさいと主は仰せます。それを用いる場所で、あらゆるところで生かしていきなさい。それはあなたにとって共にではなく喜びとなる、そして多くの人を祝福していくようになると主は言います。私の賜物なんかと敵である悪魔の声に惑わされてはいけません。その後の賜物を生かしていくとき、多くの人が癒され、多くの人が生かされ、あなた自身が祝福されていくと主は仰せられます。このあなたにもできることがあると主は言われます。私が力を与えるので、あなたにはできると主は言われます。その1タラントを忠実に用いていきなさい、そして用い続けていきなさいと主は言われます。私はこれから大いなることを成していきます。大収穫がこの時代に訪れ、その中で私はあなたの人生にも多くの悲しみを喜びに変え、そしてあなた自身の存在を通して多くの人を生かしていこう。それはあなたにとって重荷ではなく祝福となると主は仰せられます。愛する子よ、時は縮まっています。その中であなたの人生を大切に用いなさい。私はあなたを祝福し、あなたを生かしていこう。あなたが私の声に従うとき、あなたは生かされていく、そしてそれは多くの人々を潤し、あなた自身を祝福していくようになると主は仰せられます。それでは36番、主はあなたに信頼します。主よ、あなたに信頼します。とこしえにあなたを見上げて、主よ、あなたは良いことをなされ
する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。あなたのご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美と一つ一つの証をありがとうございます。またすべてのことを心から感謝いたします。主様、また集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットを依頼されているお一人お一人をありがとうございます。長崎エルサム教会の新牧師のあなたが日本中世界中で牧会されているあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して今日必要なことを語ってくださり、慰めと励ましを与え、神の言葉によって私の信仰を育み、あなたが用意された祝福と勝利を具体的にということができるように導いてください。語るもの聞くものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを養ってください。主をあなたに期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。新感謝しましょう。ハレルヤ。